こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。受けるのはウサピョンからのクエスト。まだやってなかったんですよね。もっと友達が欲しいだに欲しいだに。これ依頼にウサピョンだよね。ギク。そっか、ウサピョンって妖怪の友達いないんだ。まあミーは妖怪になりたてだから。そういうダイスは人間の友達いるだにか。もちろんいるよ。まあそんなに多い方じゃないけど、同じく人のこと笑えないだによ。それでは張り切ってまいりましょう。ウサピョンの友達作ろう大作戦、どんどんパフパフ。とりあえずそうだな、オフ会とかに参加してみたら。オフ会ってなんだに。私も参加したことあるわけじゃないんだけど、ネット上で知り合った人たちが直接会ってお話ししたりするんだって。そんなのがあるだにね。いっぺん妖怪お知らせッターで探してみてちょ。オフ会って書いてあるだに。見つけるの早いね、ウサピョン。オフ会、妖怪のオフ会、友達のいない妖怪集まれ。なんか寂しい感じのニュアンスになってるけど、これ参加しちゃおう。友達のいない妖怪ってそんなやつが集まって大丈夫だに。うん、そこ私もちょっと思ったとこなんだけど、大丈夫だと思う。友達作りのチャンスなんだから贅沢言わない。オフ会の会場はアンノン団地 C の102号室。お使い横丁にあるごくごく普通の団地ですな。よく知らないから道案内を頼むだに。うん、任せなさい。会場行ってみようと思います。到着。ここがオフ会の会場みたいだね。こんなとこでやるだに。うん、普通のうちのオフ会あまり聞いたことないけど、ドキドキするね。あらー、やってるやってる。ちょっと後ろ姿が悲しい。お一人様とかいるんですね。友達のいない妖怪っていうことだったので誰がいるのかなって気にしてたんですけど、メンズこれなんだ。話しかけます。ネガティブンから。どうせ俺も、あ、誰も俺とは友達になりたくない分。ネガティブだね。みーでもよかったら。絶対あんたも俺のこと嫌いなんだ分。ってなんでそうなるだに。ネガティブンだからだよ、ウサピョン。ギー君、先週のセラピアーズ見ました？何の話だに。この流れセラピアーズをご存知じゃない。いや、この流れギー君と友達になるのは稲穂ちゃんの方がいいんだと思ってくるのは気のせい。ウサピョンの友達を探すんだよね。かわいそう、なんかてんてんてんってなってる。つぶやき、はじめましてだに。どうも。なんかずっとかまってる。お知らせった、ずっとかまってる。何してるだに。お知らせった、一言で終わる感じなんですね。せっかく集まったのにみんなとおしゃべりしないだに。しないらしい。お知らせたに夢中でもう話も聞く気ないみたいだに。しょんぼりだに。かわいい。ウサピョンがかわいい。私に何か用ですか。一人で何やってるだに。この流れはお一人様ですが何か問題でも怒ってる。いや、一人ならお話でもって思っただけだに。そうそう、お話。いや、遠慮しておきます。一人が好きなので。なんで友達いない妖怪のところに集まってきたんだろうこの人。なんで。みんな名前はウサピョン。よろしくだに。ウサピョン、あ、僕のことはいいよ。ジミーくん、でも来てるでしょ。参加してるよね、お構いなく。え、参加してないの。ウサピョンが不憫になってきました。全く話が弾まなかっただに。ちょっとえげつない空気だったよね。
ていうかあいつら友達作る気あるだに？それ疑問に私も思ったんだけど、どうなんでしょう。もう絶対オフ会なんて参加しないだに。ウサピョンは初めてのオフ会で悲しい思いをしちゃったらしい。ミニは友達できないだに。いや私がなるしって言いたいんですけどね。諦めるのはまだ早い。次の作戦だ。次の作戦何か。うん、全てはウサピョンのコミュニケーション力に問題があると見た。確かにそうかもしれないだに。認めちゃうんだ。ということでコミュニケーション力ある感じのモテモテ妖怪に相談だ。モテモテ妖怪といえばモテモテン？あ、やっぱりモテモテンだそうです。お知らせターの書き込みも友達と遊んだ話でいっぱいだに。さくら中央シティのカフェオシャレンヌにいるみたいだに。おしゃれなカフェにいるんだね。海辺のカフェで最高の友達と最高のティータイム。うはー、モテモテ妖怪の名はだてじゃありませんな。ということはカフェおしゃれんぬに会いに行こうと思います。行ってみるだに。発見。フーミンとキュン太郎と一緒にいるんだ。モテモテンくんの話聞いてみるといいよ。もしかして君もモテモテンちゃんって呼ばれてるんだね。モテモテンちゃんのファンなの？やだモテモテンちゃんったら。モテモテだね。モテモテ君の話聞いてたらなんかキュンチョしちゃうよ。キュン太郎だけにキュン。圧倒的なリア充オーラ出てますね。そこのレディ、僕に何か用かい？用があるのはこっちのナメキチの方でして。ウサビョンと言わないんだ。ウサビョン勇気出して言っちゃいなよ。ナメキチについて今回はウサピョンはツッコミが全くなかったですね。それだけ友達に対しての欲が勝ってるのかな。友達になりたいのなら全力でぶつかり合うことだね。なるほど、バトルというわけですな。そういうことさ。準備ができたら声をかけてよ。これモテモテのみのバトルなのか気になります。行ってみましょう。ただウザピョンがね今のパーティー入ってないって。バトルスタート。キュン太郎モテモテフーミン悪い子はイネガーの3人を連れてきたんですけどミスマッチだった気がする。すごいミスマッチだった気がする。最近ちょっと生々ハゲで遊ぶのに凝ってまして 2体にしちゃったんですけど、正反対なパーティーでしたね。結果勝ちました。ぶつかり合ったわけですがなかなか良かったよ。ゆうこそなかなかやるだに。僕たちも友達だね。モテモテンと友達になりました。こうもっと早く来てればモテモテンとの友達早かったんですね。普通にゲットしに勤しんでました。こういうアプリも使ってみるといいよ。妖怪のアプリ手に入れました。妖怪同士の仲良しグループを作るアプリ、それが妖怪の技。君が友達妖怪を増やしていくといろんなグループができていくんだ。一つのグループの妖怪を全員揃えると妖怪の輪完成さ。そしてグループを集めたご褒美にアイテムや妖怪がもらえるらしいよ。妖怪を集めるときにはこのアプリを意識していくといいかもね。便利だにね。何種類か集まってると思うのでクエスト終わった後解放したいと思います。これは妖怪専用だによ。ガーン。まあウサピョンに友達ができたことだし、ウサピョンからの依頼は解決ってことで。ありがとうだに。友達たくさんできるかなクエスト終わりました。何種類かできてるんですけど、1から解放しよう。綺麗第一衛生委員会。あれ、噛み合わないことが多そうだっていう風になっているこの3人、アイテムがもらえると思うのでご褒美後で受け取ろうと思います。コマさん、ジバニャン、コマジロ、ウッサピョン、ノアはおなじみのメンツだにゃん。
あんまり話したことないみたいで、ちょっぴり気まずい空気になるの。お互いに気を使うんでしょうね。で次はここ、ある一家の日曜日、歯磨き夫人、サンデーパパ、ギー君、ポチ、デモネード、あ、だいたいお父さんのせいにされてますね。サンデーパパ残念、ご褒美に妖怪がやってきた。普通ね、俺と友達になろうよ、普通すぎてごめんね。普通ゲットしました。すき焼きなのでミフもいるから2体揃いましたね、嬉しい。次はこの辺はなくて、これだ、万年フリーダム、お気楽んだらけと暇人ダリスの4人の輪はいつもまったりしている妖怪たち、お気に入りのまったりスポットを、まったりしててもガッツ系、ここガッツ系なんですね、妖怪ガッツ系、やった。次回は友達、ガッツ系はケマモトのところでもサーチで発見しててアイテムもらったばっかりなので嬉しい。次探しに行きます。他はどうかな、ちょっとずつ足りないところがありますね、また今後撮っていきたいと思います。オペラ座の妖怪、シンクコング、ハーモリー、歌う、うなぎ、オペラ座の妖怪、オペラ座の怪人、歌好きな妖怪たち。ご褒美は郵便局でまたもらってきます。ここも俺たちドライブ仲間、マイッカー、マウンテン、迷い車、車系3体からできている俺たちドライブ仲間、なんか全部危ない気がしますけどね、ぶつかってもマイッカーだし、迷い車迷ってるし、マウンテンは運転怖いし大丈夫なのかな。お帰りなさいませ、ご主人様もちょっと足りなかったですね。他にできてるところはここだ、水かき隊、のがっぱ、かっぱ、かっぱ、波がっぱとかじゃないんだ、かっぱのラッパー、水かき隊。そして最後、トホホキツ、ヒキコウモリ、ジミー、ジメリンボ、ヘアノスミス、え、世界が発狂したインド派バンド、バンド、ヒキコウモリのバンドってこれなんだ、ヒキコウモリ妖怪紅白常連なんですよね、ということはこの4人がメンバーで紅白出てるってことなんですね。早速受け取り、記憶吸い取り機、おなじみのメンツダニャンズ集合で思い出の鈴、オペラ座の怪人、違う、オペラ座の妖怪からは逆転のマガタマ、俺たちドライブ仲間、幸運のお守り、大事なお守り、水かき大集合は無限水筒、部屋のスミス、逆転の剣、いただきました。妖怪の輪アプリの妖怪の輪、まだできてないところもあるので今後作っていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you。